で、今年二本松市は、二本松市、福島市、伊達市、この福島県の県北三つの市は、条件付き作付けということで、でもここの辺は100から500の間のお米が何点か出ます。何点か出ただけでも、全部の地域一帯はこの除染作業やりなさいっていう条件付きになったのね。それも農家に相談もなく農水省は上からこうしなさい、結局農水省の言い分はすり抜けて消費者に行ったら困る、うん、ね、学校の先生みたいに問題起きたら困るからおめえらちゃんとやれみたいな、困るってのは自分たちが、自分たちが困るんだよ。要するに農水省は困るから農家の人やってくださいっていうとんでもない話で、まあ我々はとにかくそういうことは別にして、除染はやっぱり最大限放射能ゼロを目指すしかないので、作付け禁止ってのは何でも作ってしたいけない。他のものいや、米以外はいいと。米以外大豆とか麦、まあ、お米の作付け禁止だよね農水省の言うことは。大豆の方が移行ケース高いのでそれでもいいんです。そうですよね。そうですね、ノリジョ言ってください。だからやっぱり昨日中島さん言ったように、農家には作る権利があるとね、ちゃんと検証すると、でやっぱり消費者にはちゃんと出荷の段階でちゃんと計測をする、制限をするっていうことをしっかりやるべきだっていうのが農家の考えですね。 We have now four equipments, two for food and another two for the agriculture materials such as compost, rice, organic fertilizers and charcoalSo we can make sure that should be used, that should not be used. 市の言い分は別にして、まあ、プラウできるとかプラウをやる、ゼロやって入れるとかゼロで入れる。要するにこれ実際、うん、白鍵やったら深くなる。大変だな、深くなってね。見ただけで同じ農家だから、辻のこれ見ただけで、あ、これは春先大変だけども、機械が深くなってやりづらくなって、うん、田植えがやりづらい、プラウやると大変だよっていうのは実際です。俺は見てびっくりしたもん、これでは春先なくなると思って、これからもうプラウかけるのが千切りだなと思って。有機農法っていうのは1年休むとやっぱりこうあるサイクルで土壌をねこう循環しなきゃいけないからダメになるということなんです。だからもう草がボーボーになってるやつね、どうしようもないじゃないですか。だから耕さなきゃいけないんだけど、耕すなと、耕すとセシウムが下に入っちゃうから、でやめなさいっていう指示もあったわけだ。であとはハギ取りっていうのがあったんですよね、当時ね、ハギ取って植えた。でそしたら稲はどういうリアクションするかな。であともう一つはここが放射線量、まあ、放射の濃度っていうんだけど高いんだけど、ここが一番養分が多いんですよ、栄養分が。そこを取ってどうするんだって。だから今回30センチから40センチ耕すってやつは独特のああいう深く耕すマシンだと。でそうするとこれより下は未だかつて耕してないから栄養分もいってないし酸素もいかないし、だから放射線もないんだろうけど、でここにこう植えた。そうすると間近にこのベースラインがあるわけだ。そうするとこれでしか彼は生活できない。そうすると田んぼですからここに水来ますよね。でいずれにしてもこの辺に一応放射性セシウムはまだくっついちゃうんですよ。そうすると生活圏が限られてるんで栄養が不足してる可能性がある。セシウムね、カリウムと間違って大量に選択的に取ります。ただ本当に米と野菜には本当に移行しない、予想値低かった。ただわずか 0.2% 500ベクレル以上出たことがセンセーショナルに報道されることによって、もう去年の年末から福島県の米が動かなくなってしまった。農協の倉庫に眠っている、我々有機農家の納屋に眠っているという状況が今でも続いています。例えばセシウムがこの水に、まあ、溶けている溶存体というんですが、そういう状況にあるもの、土に固定化されているもの、あるいはこのくっついたり跳ねたりしているという様々なこの状況において、特にこの山からの水が田んぼに入るんじゃないかと、
これの対策を今どうするか。もみ殻を入れた袋が入ってて、今水が通ってないんですけど、あのブロックの下にもみ殻が入ってるんですよ、あの袋すべて。でこっからこうジャーって出たやつを、もみ殻のトラップを3つにして、最後にここで取ったやつをあの浄化水とで流しながら行って、一番最初のここの袋をあの定期的にあのもみ殻も採取してって、でそれがね直線的にやっぱりあのもみ殻の線量が上がって、だ確実に仕事してるっていうことで、これは非常に嬉しいですよね。そしたらもみ生のもみ殻が3万2000だったの、その段階でベクレル出して1キログラムあたり2080ベクレル、ゼオライト、はい、で、まあ、イタヤゼオライト、うん、イタヤっていう産地のゼオライト、はい、でこっちのバーミキュライトは南アフリカなんだけど、アフリカ産4000ベクレル、なるほど、ね、で3万から4万、つまり、まあ、この本に書いてますが、今まで通り農業の農民的な技術をしっかりやっていくことが、かなり接種も抑え込む土地に標土を励んではなくて土地に埋め込むと、接種も固定化させて野菜や米に吸わせないと、この対策をしっかりやっていくことによって一つの希望の光が見えてきたと思っています。この有機農業による土作りが接種も固定化して、いわゆる粘土プラス腐食という粘土プラス堆肥、しっかり有機物を入れることによってセシウムが固定されるのではないかということで、今年それをしっかり検証していきたいと思っています。オーガニックファーマーズ are very different from conventional farmers. They are very enthusiastic、for example to make their land better and betterThose efforts include, for example, application of potassium or application of even clay minerals、mm-hmm. in the past.、Mm-hmm. So their effort in the past may work very, very well in case of this accident. で、外貨カウンターだ剥がるだけでも15台しかないっていうの、農協にね。それ100日かかっちまうっていうの、ホサ100日やったんでは米できっちまうよっていう。まあ行政は次のいいからだから何考えてるか分かんない。まあ文句言わずに頑張ります。我が生活のためだもんな。本当だ。我が生活のためだから。これ米どのくらいが出たんですか。ゼロです。ここでゼロ。ゼロだけどあっちの端っこだけ50ペキレ出ちゃった。つぼ狩りしたらば、つぼ狩りして、みなくちだけつぼ狩りしたらば、全体合わせとゼロ。玄米で。